週刊じゅん増刊号、遠藤よしみです。小辺部純子です。さあ、今週は短縮バージョンですから、1時間はいきますよ、1時間は。長いですから。<laughs> 遠藤さん、だから長いって言ってるでしょまた、派手な、今日は衣装が。あ、そっちから行く。ラジオネーム、和歌山のくまちゃんです。よしみちゃん、ファッションチェック、先週のうつぼ柄のシャツ、可愛かったです。これからも面白い服、どんどん着てね。面白い。やっぱりね、これ、あの、ツイッター映るからいいですよね。そうですね。今日、柄柄ですもんね。柄柄、蛇飼い、ジュディ、増刊号、辛抱して、もうちょっと付き合ってあげてくださいね。はい。長い長い。このね、この柄のシャツね、これ、あの、カレンダーの表紙の、この柄なんですよ、これ。 同同じじ柄柄なんでですよチェックございましたちなみにねニュースのとき来たらね技術さんに言われました「すいません黒巻で取りにくいんでこれから二度とその服は着ないでください」って言われましたね。さあそしてあなたが長い長い言うからてんみちゃんが長さチェックちゃんとこれ。えそういうチェックが調子に乗ってどん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 こうやってこうねこう伸びてきてコンちゃんとモネが長いって言った瞬間シュッと短くなる長いってたシュッとこれ ひど,いないひどくないですよ皆さん遠藤さんが気持ちよく言うのに、はい、ちゃんと聞いてあげてしてあげて我々は聞きたいから見たいからっていうのに長いって言った瞬間シュッとく、ね、るんでこればっかりね、はいはい、さあ今週は物部がいっぱい来ましたこれが物部踊りでございましてすごいです、ね、高知県のね、はい、高知県香美市もので町で、えー、奥物部湖湖水祭で音楽は何でもいいんですよ もうディスコの音楽でもね、えー、民謡でも何でもいい、はあ、曲は全く関係ないとにかく踊れやいいという踊れ踊れ踊れ <laughs> 踊りはい <laughs> それで<ー>あのすすごごいいありがとうございます元監督君東京出張で東京でこんなものを見つけました純、はい、子大名人<ー>すごいですね,ね<ー>これね。 いやー、いこんなのがあると。いうねええー、みのさんです。ええー、遠藤さん、物部さん、こんにちは。こ,ちはこの前から増刊号を見て気になること。はい、毎回見るたびに、スタジオの野口さんのポスターが増えていく。ああ<ー>、<laughs> そう。言われてみれば。ね。はい。ええー、乱肉に採用されることがどれほど大変かよくわかりました。えー、それからですね。うん、えー、今、ハマっています。うん 毎週日曜日の朝7時半に、うん、ツイッターが上がります、はい、はい。あれを7時29分から、えー、スマホの前で待っている自分がいます <laughs> ありがたいですね, <laughs> ねありがとうございます、えー、さあそれからですねラジオネーム G カップ知らんけど久々にいただきましたね。よね、えー、今年の冬のコーデ、うん、誰かしらじ子さんからかしら、うんえー、エスカレートの会談をずっと数え続けている遠藤さんこんにちははい あさって、ほくろの除去手術に行ってきます、取ったほくろ送りましょうか、いりません、これ、いりませんね、うん、はい、えー、それからですね、えー、和歌山のジャスティスさんでございますが、はい、いっぱいこの、何ですか、遠藤さん、きらんをいただきました、はい、大坪さん <A>、えーで、大坪さんがこの前言ったのが、中四国ライブネット、うん、物部さんのはずれてますって言いました、バッサリバッサリじゃあ、軽くいきましょうか、はい、本物で、ね、3、はい。 中四国ライブネットこれが四国放送オリジナルですよずっとこれからこれですよ業務命令でもうダメダメ <laughs> なんでこんな怒って言うんですかいやいやこれを絶対変えちゃダメっていうもうこれ四国放送の今 <laughs> 業務命令でございますんだね共鳴ちゃうんです当たり前ですよ、はい、で、えー、その中であの言ったその大坪さんがこんなことを言っていました、うん、私のの好きなおででんの具はちくわですええー、そうなんだ で、物部さんが言ったよね、あの牛筋こんにゃく大根を大根。<laughs> 大根好きおっさんや、おっさんや、はい、で私も一緒っ,って言ったら、やだ、真似したっていうのよ。<laughs> 誰でもだいぶ真似したでしょ遠藤さん。違う、違うよ。はい、だから牛筋こんにゃくね、大根、でも牛筋は。宮根屋見たら西日本だけなんですよね。らしいですね。関東食べない。はあ、で、関東はちくわぶ、ちくわぶなんて食べたことありますか。いやなあ、食べないですね。見たことあるんですけど、ちくわぶね。はい、これでございます。さあ、最後は七市のゴン兵衛さんです。えー、今年も一月、来年ですね。はい、赤白歌合戦決定でございます。はい、もう皆さん送ってください。締め切りが十二月。 日日の月曜かそして彼がですねあの遠藤さん勝敗メール今度は没にしないでねいっぱいね今年は物部は分かったっ遠藤は分かったってたまたまこの人のだけをいっぱいいらっったから読めなかったんですよ。恨みますっていただいて「うん、いやすいませんお詫びしました」うん「わ、はい、かりました遠藤さんがそこまで謝るんだったらもう少ししか恨んでいません」<laughs> やっぱ恨 というわけでございましたね、はいえー、まあまあいろいろありますこれぐらいでいいかな今日ははいバッチリです何分ですか五 <laughs> 分だようまいなこれ <laughs> 長いんちゃうんですか大丈夫またシュッと短くなりますよ <laughs>、えー、お相手は私遠藤芳美と物部純子でしたまた来週